西洋占星術中級第2弾いきます。今日はこちら4元素3区分2要素、これをやりたいと思います。資料のある方はこちらを開いてください。あとはご自身の出生図なんかあるといいと思います。出生図です。はい、では始めたいと思います。4元素やりますね。はい、4元素とはですね、4元素はその人の活動の主な方向性ですね。動くか、はい、そして人、人、風と水、火と地と風と水、はい、この4元素ということですね。火と地と風と水、4元素ね、4元素です。この4元素の部分が大切になってきます。まずは出生図を用意していただいて、この10個の星がどの星座に入っていて、その星座がどの元素に入っているかということで判断します。まあ、何のこっちゃ分かんないと思うのでやってみますね。4元素、まずね、火、地、風、こんな風に一応書いておいてください。まあ、何でも結構です。紙でも何でもこういう風に、まあ、使っていただいて結構だと思います。火はお羊座、獅子座、射手座ですね。精神的で誇り高い、不安定、興奮しやすいかどうかを見ます。まずはここですね、お羊座。お羊座の欄を見て、この星座に、はい、星が入ってますか？入ってない、ゼロっていうことになります。次、獅子座、はい、獅子座に、ててはい、獅子座に星が入ってますか？はい、ない、ゼロね。で、次が射手座、はい、射手座に星が、はい、入ってる。太陽、木星、冥王星、さらに水星が入ってる。これで1個、2個、3個、4個星が入ってますね。ということで、この4元素の火に1、2、3、4と記入してください。はい、次いきますよ。地です。地はお牛座、乙女座、ヤギさん、実際的守りに入るかどうか、不動、まあ、動くかどう、動かないっていう感じでいいと思います。地なんでね、地面って動かないですよね、自信がない限りはね。完成させることに長ける、ね、この人に任せてればなんとかなるというような要素が入ってるかどうかを自分で確かめます。お牛座、お牛座さんの範囲に星が、これはね、小惑星ですので気にしないでください、入ってない。次、乙女座に星が入ってた、日光、はい、はい、入ってたらすぐ記入します。地に1、2、はいね、はい、次、ヤギさんに、ヤギさんに星が、これ小惑星ですね、気にしないでください、入ってない、ゼロ、はい、これでもうね、この部分は終わっちゃったので、地は2ということになりますね。はい、次、風いきますよ。はい、風の要素は双子座、天秤座、水亀座、知的で非個人的情報を扱うことに長けている。
占い師はここが重要になってきますね。風の要素、非個人的ということは自分のこと以外の情報を扱うことを長けているということで、客観視ができるということですね。はい、なのでね、占い師に向いている人はここが多いはずですよね。じゃあちょっと見てみますね。風、双子、双子さんはここ、はい、入ってました？入ってません。次、天秤座ね、天秤座、はい、天秤座入ってました。金星です、1ですね。はい、すぐ書く、はい、すぐ書く、はい、すぐ書いた、はい、はい、次は水亀座さんに、はい、水亀座さんに星が、これ MC ですよ、これ海王星ですね。海王星が1個入ってますので、1、海王星が1個入ってますので2個、はい、風は2個ですね。こういう感じになります。はい、最後水、よいしょ、最後水の要素ですね。水の要素はカニ座、サソリ座、魚座、なんか水に浸かってそうな生物の名前が書いてありますね。ちょっとサソリはちょっと分かんないですけど、情緒的で自分や他人の気持ちを優先させるかどうか、良いものを模範する、まあ、コピーできるということですね。さあやっていきましょう。カニ座さん、はい、カニ座さんありましたね。カニ座さんにピッ、星が1個、これはそう火星です。はい、ピッ。次、サソリ座さんですね。サソリ座、はい、ありました。サソリ座さんに星が、これ小惑星なので考えないでください。ないですね、ないです、ゼロです。次、魚座ですね。魚座さんに、はい、魚座さん入ってますか？はい、ありました。天王星、これ小惑星ですね。これドラゴンフェットなので1個です。はい、魚座1個、はい、これで4元素のこの方の出生図を見て、これうちの子なんですけど、この方の出生図の中で4元素で区別したというような、今結果がこちらに書かれているわけですね。はい、この人の何でしたっけ、4元素は、はい、どう行動するかですね。まずこれ10個あるかちゃんと確認してください。 1,2,3,4 は5,6,7,8,9,10 10個ありますね。はい、で 2,2,2 すごいバランスがいいんですね、これね。低い高いみたいな、だからここがこの人のね、行動の特徴を表しているわけですね。はい、ちょっと一個ずつまた確認していきますよ。はい、火はどんな感じだったか。精神的で誇り高い、ね、プライドが高いんです。そして不安定であり興奮しやすい、だから情緒的には燃えやすいということですね。何事もよっしゃやるぞっていうのがすごく血の気の多い子供です。確かに私より全然血の気が濃いですね。はい、負けず嫌いです、すごく。なので当たってると思います。あとはね、平均的なんです。どんな平均的かというと、地と風と水読んでいきますよ。地は実際的、まあ、現実主義者かどうかみたいな感じですかね。で、守りに入るね。でも守りはね、すごい弱いと思います、確かに。で、固定される不動、動かないかどうか、すごくね、多動が多いですね。あと完成させることに長ける、これもね、中途半端にね、1個だけ残したりするんですよね、片付けもね。そんな感じです。やっぱり低いです。1か2とかは低いです。で、風、知的で非個人的情報を扱うことに長けているかどうか、これね、なるちゃんはねってずっと言ってるので、自己中心的なのでちょっとやっぱ薄いんですね。非個人的ではない、自分のことばっかりです。はい、次、水、情緒的で
自分や他人の気持ちを優先させることができるか、これがですねびっくりすることにできないんですね。やっぱり2で低いです。でこれどういうことかというと、相手の気持ちを考えてあげて行動できるかどうかなので、うちの子はねすごいんですよ。約束していたお友達の、約束を守らないんですね。お友達泣いちゃって大変、はい、びっくりです。なので薄いからしょうがないね。ごめんね。じゃあ次いきます。3区分ですね。その人の行動の特性、4元素と何が違うのかということなんですが、下に書かれている活動不動柔軟というところなんですけれども、3区分はですねその人の行動の特性なので、その方が、周りの人から見てどのような特性を持っていると思われているかということですね。はい、これはどちらかというと自分で判断するよりはよく先生からの通信簿とかにつけられるようなことですね。周りの人から見てあの人は あの人はリーダーシップがあるわよねとか、あの人はちょっとこう落ち着いた感じよねっていうような、どちらかというと周りの人から見た行動ですね。なので自分はどういうふうに周りの人から見られているかを客観視してくれるところです。ちょっと見てみましょうね。活動活動不動柔軟見ていきますよ。さっきと同じです。活動のところに入っている星座、お羊座、蟹座、天秤座、ヤギさん、指導的かどうか、自分から働きかけるかどうか、持続力は欠けてしまうので、持続力は欠けるっていう、これが多かったら欠けるんですね。わかりますか。はい、やってみますよ。はい、お羊座、お羊座、はい、これですね。はい、0個でしたね。そうですね。はい、カニ座、カニさん、カニさん1個、はい、1と書きますよ。1。次がですね天秤座、天秤は1個でしたね。はい、1。はい、次ヤギさん、ヤギさんね、ヤギさんはどこだったかな、ここですね。入ってない。はい、0。これで終わりですので、活動は2。どういうことかというと、やっぱ低いですよね。指導的ではない、自分からは働きかけない、誰かがやったらやる。で、持続力を持つっていうことは、ここでは多い方が欠けるので少ない方が持続力あるということになりますので、まず指導的ではないし自分からは働きかけないという感じにこの子は見られるということになります。活動的じゃないよっていう感じですね。次不動いきますよ。はい、不動、おうし座、しし座、これがサソリ水亀座、価値の維持、はい、持続安定変化に弱い、ね、これ高いと変化に弱いんですよ。わかりますか。はい、いきますよ。まずはおうしさん、お牛さんですので、ここですね。お牛さん、お牛さんはこれ小惑星だから関係なく0。はい、次、獅子、獅子座、はい、獅子座はどこだったっけ、ここですね。はい、0ですね。次、サソリ座さん、
サソリ座、あ、これですね。はい、サソリ座、はい、ゼロですね。これ小惑星ですからね。はい、次、水亀座。はい、水亀さんはありましたね。海王星でしたね。1個、はい、できました。まずこれ1ということはですね、さっきよりも全然低いということで、価値を維持することができない、持続がない、安定しない、変化には強いみたいな感じになります。大丈夫かな、うちの子。次いきますね。柔軟、はい、柔軟。双子座、乙女座、射手座、魚座。変化の中で成長する価値観や目立つ場には不向きである。高いと不向きなんですよ。うん、きっとこれがすごいいっぱいなんでしょうね。さあ、いきますよ。はい、双子座さん。はい、双子座さん、ない。次、乙女座さんに、はい、にいきますよ。ちゃちゃね、乙女座さんにですね。で、次が射手座さん。射手座さんありましたね、いっぱいね。ここね、ここにいっぱいありました。1、2、3、4、4つ も入っちゃうね、大変。次、まだありますよ。魚座、はい、魚座さん、チョキン。あー、まだあった、大変、書ききれない。1、これ小惑星でドラゴンヘッドなんで関係ないので1ですね。はい、こんな感じです。活動2、不動1、柔軟7、大変。すごいですね。これ偏りすぎです。もう特にこっち、ここです。私もそうなんですけど、私も偏りすぎなんですが、この子は初めて3区分ちょっとやってみたんですけど偏りすぎです。で、どういうことかというと、ここが強調されて相手に伝わってしまいます。変化に強いということで、目立たないけど変化に強いんですね。で、成長するのも変化があるからこそ成長する。毎日くだらないと思ってると成長できないということです。なので、たまに旅行とか行ったりね、イレギュラーなことが起こるとすごくこう興奮して、それが頭にすごく入ってくる子ということになります。なので、毎日変化した職業とかに向きやすいということですね。例えば流れ作業なんかはもう白目向いて寝ちゃうってことですね。不動ダメなんでね、寝ちゃいます。で、椅子に座らせるとすぐ寝ちゃう、ね。で、自分からは働きかけないので、リーダーではない、誰かに従うことが一番いいということですね。私にずっと従ってる感じです。この柔軟っていうところが一気にこういう風になっちゃうと、本当に偏った人間に見られてしまうので、まあ今後気をつけるのはここの部分を少し抑えてあげるといいと思います。で、先ほどの4元素の部分で2と2と2と4だったはずなんですけれども、ここの地の部分は、不動の部分なので、動かない部分なので、ここでたまに補っているよということも考えられます。ただ2なんで弱いんですね。で、この偏り部分っていうのはどういうふうに直していくかというと、その人は治りません。もうこれは運命なんで。で、相手を理解するときに使っていただきたいと思います。そして、結婚相手やお友達、ね、恋愛対象の彼なんかが、この不動とか活動のところをやっぱり補ってくれる人と馬が合います。そして、この不動の部分は気をつけるっていうぐらいで、ね、こういうふうに見られているよとか、自分の足りない部分を必ず認知してください。認知した上で、そうなんだよね、私こういうとこがダメなんだよねって口に出すとか、努力してるんだよねっていうふうなことを外にアピールすることによって、あ、こいつ可愛いやつだなというふうに思われるので、ぜひやってみてください。はい、じゃあ次いきます。
あと言い忘れたんですが、ここの4元素の部分、4元素の部分でここの水がね、この子低かったと思うんです。2で、2で低いということは水は情を表しますので、情が薄いということは白情ということですね。0よりはいいんですけどね。ちょっと残念です。はい、最後2要素ですね。はい、2要素いきますよ。2要素、外に向かう関心と内に向かう関心を見ます。はい、ね、先生字が汚い、残念。これはですね、外交的かどうか、っていうところを見ます。その人がそのいじける人なのか、威張り倒す人なのかということですね。じゃあちょっと見てみます。これなんで男女なのかっていうのはちょっと後で説明しますね。男性は外に向かうし、女性はな、内助の功と言われるな、中の要素が強いということで、男と女というふうになっていますが、後でまたちょっと説明します。奇数か偶数かによって分かれます。奇数星座ですね。お羊座、双子座、獅子座、天秤座、伊手座、水亀座、これが奇数で男になります。これを、外に向かう関心というふうに、ここの数字が多いと外に向かう関心が強いということですよね。でこっちだと内側の自分の中に向かう関心が多いということです。で2要素なので2つに分けます。10個の星を2つに分けるので5と5でもあるし、8と2もあるし、7と3とかもありますので、まあ必ず10個あるかどうかを確認してください。はい、さあいきますよ。まず男の方の奇数、お羊座。はい、もうね何回もやれば覚えちゃうと思うんですけど、はい、ない、はい、ない、なかったです。はい、双子座はない、獅子座ない、天秤座1個ありますね、1個はね、はい、すぐ書く、忘れないようにね。で次伊手座、ああこれいっぱいあったやつだ、 1,2,3,4,4 つ、 1,2,3,4 ね、こういう風に書いてってくださいね、忘れちゃうからね。はい、次水亀座、水亀座はここですね、ここですよ。はい、これ MC なんでね、これ1個ですね、海王星1個、はい、これで終わりなので、はい、男6ということは 10-6 は、はい、これで分かっちゃうということですね。これで全部で10なんでね、はい、数えなくてもよしということで、この方は男が6、女が4です。まあすごくねバランスはいいと思うんですね。5と5がバランスがいいということで、陰と陽の関係ですよね。外に向かう関心が6、ちょっと強いんです。で内側に向かう関心が4なんです。自分の中に印象を自分の中に抱えて内向化する、内面を見つめる時間が4なんですよね、時間で考えると。で外に向かっている興味の部分が6なので、まあちょっとね男っぽいところが出てしまいます。確かにちょっと男っぽいです。ゲームとかもなんか、うん、三国無双とかやっちゃってるんで、女の子なのにね、はい、女性らしいとは言い難い。ただ容姿はね、あの女性らしいんですけど、やっぱり内面の部分というふうに考えてもらっていいと思います。その人の関心ですからね、外見とかじゃないですよね。うん、はい。で男と女っていうところは、あの昔から外に向かう関心、外に出かけるのは男
家の中にいるのは女ということでこれになってると思うんですが、私の見解では、私生まれ変わりのね、10回中何回男と女に生まれ変わったかだと思ってます。私はね、そういうふうに見てみるとすごく面白いんです。私あの8男で女2だったんですね。どれだけ男っぽいかね、大変なので、ここも10回中6回は男ね、4回は女だったんです、生まれ変わりが。だから、この子はね、甘いもの全然食べないんですよ。だから多分昔ね男だったのかなっていうのはすごくね伝わってきますよね。で私も甘いもの食べないしね、昔あのよく危ないデカのねモノマネをしながら一人で遊んでるのが、あの拳銃のおもちゃを持って一人でパンパンやってるのが好きでしたから、やっぱり男の要素が強い。もう8もありますからね。はい、まあ、前世療法とかでやってみても全部、まあ、ほぼ男でしたからね。まあ、一度皆さん前世療法やってみてください。 CD なんか売ってるのでね、面白いと思います。はい、じゃあ、今日は4元素3区分2要素までやってみました。この4元素3区分2要素だけで占っても全然構いません。例えば5分の無料占いなどをされている方はこれだけで、ホロスコープを作成して出生図を作成していただいて、4元素3区分2要素だけで見て5分で無料っていう風にしても構わないと思います。なのでこれはちょっと使えるものだと思ってください。では今日はこちらで終わらせていただきます。ありがとうございました。